天野園慶は、平安時代末期、鎌倉時代初期の武将。藤原南家工藤氏の一族で、吉川氏と同族である。伊豆国田方軍天野に従して、その地名を取り天野氏と称した。英治元年に、鎌倉の亀貝で生まれたとする文献がある。平家の家人であったが、天野号が昼が小島に近かったこともあり、仁南2年頃、伊藤助地下のもとで、 幽閉生活を送っていた、源の頼朝と狩りや相撲を通じて、交流を持ち、信仰を深めた。そのため、頼朝の挙兵当初から突き従うこととなる。天野氏は狩野川河口を中心に、駿河湾で活動する存在だったと見る説もある。自称4年、石橋さんの戦いに、息子、正影と共に参戦するが敗北を喫する。その後は、 伊豆国内で兵士方と交戦したと見られ、同年10月の藤川の戦いの後、兵士軍に合流しようとした伊藤助地下を捕獲した。樹影2年には、信濃国を中心として、勢力を拡大する木曽義仲への使者を務め、義仲の着手、義高を人質とすることに成功した。元略元年には、頼朝の命を受け、甲斐、源氏の一条忠頼を暴殺。 なお、自称4年10月の伊藤助地下を、捕獲記事以降厳略元年の一条、ただより殺害事件まで、東鏡には、遠景は一切登場していないこと、またその頃の伊豆国や、東駿河、頼朝の支配する地域と、甲斐、源氏の支配するのは、地域の境目にあったため、遠景は、頼朝と甲斐、源氏有力者双方に名簿を提出して二つの主君に仕えて、 二股またをかけた可能性があるともされている同年8月、源、範頼の兵士追悼軍に従いす王国から文護国へ渡る。文治元年3月11日には、兵士追悼に対抗のある12人のうちの一人として、頼朝より感情を受けた。同年末には追放された、源義経の探索と鎮税における、 鎌倉幕府勢力の確立を目的に創設された九州総追武士に部任され、律令制度上の鎮税統治機関である大宰府の機構に関与してその実権を握った。非全国での豪族の老石の停止や、宇都宮の部府佐と機械ヶ島の兵士残党を制抜するなど、円景は九州大宰府方面で10年近くの長きにわたって活躍した。 しかし、鎮税ご家人らの協力は得られず、また、遠慶の鎮税における、審議秘法に対する自社や、省遠両側の抵抗も激しく、遠慶は、研究五年頃までには、武行職を解任され、鎌倉へ帰還することとなる。研究十年正月の頼朝死去に伴い、出家して、連携と合した。その後の梶原景時の変や県民三年九月の、 引き吉和暗殺にも関与している。没年は不明だが、式も近い上限元年6月2日、自称4年以来の勲功11箇条を挙げて、恩賞を望んでいることから、晩年は不遇であったとみられる。幕府諸家庭府では、上限2年8月15日に63歳で死去。萩藩バズ越録では、上限元年12月27日に死去したと、されている。ありがとうございます。